著書に載せられた肖像クリストバンアコスタはポルトガルの医師である。インドで医師として働きアジアの植物を研究した最初期の人物である。アジアの植民地で働いた薬学者のトメ・ピレスや医師のガルシア・デオルトと並んでポルトガル領インドの医学の歴史において重要な人物である。著書でクリスタバル・アコスタ・アフリカーノと名乗っていることから出身地は アフリカの西沖合のポルトガル領のカーボベールでなどと考えられているが正確な記事、少年は知られていない。1550年に兵士としてアジアに派遣され、何度か現地人との戦いに参加した。一度は捕虜になるが、ベンガルで釈放された。ポルトガルに戻った後、インド副王に任命されたルイスデアタイデに従い、1568年にインドのゴアに渡り、その年、 ガルシア・デオルトが没した後、福王の個人医となり、高鎮の王立病院の医師に任じられた。高鎮の病院で、高鎮の王の治療を行い、アタイデンが福王を公認に譲り、アコスタがポルトガルに戻る1572年まで、インド各地の植物の収集を行った。1586年から1587年まで、軍医として働き、その後スペインのブルゴスで医師をした。 ブルゴスで1587年にスペイン語の東インドの薬品についてを出版し、この書の一部はカロルス・クルシウスによってラテン語訳され、後にクルシウスのイグザディコラム・リーブリー・デセムにまとめられた。アコスタの著作も出版されていたガルシア・デオルトの著書、インドの薬に関する対話から多くの天才が見られるが、ガルシアの著書より有名になった。C ・アコスタは、 植物の学名で命名者を示す場合に、クリストバン・アコスタを示すのに使われる。ありがとうございます。